です。ちょっと測りましょうか。1、2、3、4、5.5 1、2.7.5。ここ真ん中今日ここら辺でやります。まあ今の自分の真ん中はここなんですけど、皆さんの真ん中は今皆さんがいる場所ってことで、みんな真ん中っていうのはどう？寿司っていつ食べてもうまいね。この前友達とバイクで奥多摩の山の方に行って、ちっちゃい山だねなんつって登っちゃおうかって、もうノリでもう山頂までバイクで行っちゃって、でそこでバイク降りて山頂気持ちいいってなってたら、ブルン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 って音聞こえんのよ。あれ、バイクのエンジン切り忘れたかなって音の方パッと見たら、その友達がブルン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 って言ってんのよ。はってなっちゃって、本人曰くその長時間バイク乗ってたから、そのバイクのエンジンをこびりついちったって、映っちったよなんつって、無意識の鼻歌のエンジン版だねって言ってて、もう健康な人の発言ではねえじゃん。やべえと思ってたら、またブルン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 と聞こえてきて、そいつのブルンブルンじゃねえブルンブルン。なになになにと思って耳すましたら、ブルン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 。俺言ってんの。映っちゃって。もう真っ当な状態ではないよ。キショイ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 って。もう言ってるつもりも全部ブルブル言っちゃって、したらまた新たなブルンブルン聞こえてきて、隣の山地形からブルン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 って、山彦のブルンブルン、四次元ブルンブルンっすか。その時にもう寿司食いてーってなって、多分精神の衛生面にいい状態ではなかったんだと。もう年を寿司食べたいと思ってた動物がぶわー近づいてきて、犬なんだよ。もう尻尾もうめっちゃ振って、あ振って、ブルン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 って言ってんのよ。もう俺に本当の力があれば、もう領域展開じゃん。領域展開ってなるやん。その時はつけてないからならなかったんですけど、そこでもう記憶飛んじゃって、気づいたら寿司食べてたね。やっぱり寿司と山の空気はいつ入れてもうまいっすわっていうお話でした。また遊びましょう。